こんばんは。今回の質問、思考の世界では先祖に会えますか？思考の世界については人によって経験が異なるけど、先祖に会えることもあるよ。ただ全ての人が必ず会えるわけではないし、会えるかどうかはその人の霊的な状態やつながりによるんだ。だから確実に先祖に会えるとは言えないけど、可能性はあると思うよ。いろんな先祖の霊に会ったことがあるよ。例えば戦争で亡くなった勇敢な林の玉や、昔の村のリーダーだったおじいさんの霊、そして芸術家や職人の先祖の霊なんかもいたね。それぞれの先祖は自分の人生で大切にしていた価値観や経験を持っていて、彼らと会うことでその時代の知識や人生の教訓を学ぶことができるんだ。でも人によっては全く違う先祖の霊と出会うことがあるから、どんな先祖に会えるかは本当に個人差があるんだよ。先祖の霊たちとはいろいろな話をしたよ。例えば戦争で亡くなった兵士の霊とは、彼が戦場での経験や自分の勇気について話してくれたり、戦争の悲惨さと平和の大切さについて語ってくれたね。昔の村のリーダーのおじいさんの霊とは、その時代の村の暮らしやコミュニティの重要性について話を聞いたり、彼が直面した困難や解決策について教えてくれたよ。芸術家や職人の先祖の霊とは、彼らの芸術や技術に関する情熱や創造性について話をしたり、彼らの作品がどのように人々に影響を与えたかについても語り合ったね。先祖の霊たちとの会話を通じて、彼らの人生の知恵や経験を学べたり、自分たちのルーツや家族の歴史について深く理解することができるんだ。でも、人それぞれ先祖の霊とどんな話をするかは違うから、一概には言えないんだけどね。